今日の対談はヤートボーイ有限会社代表取締役の東さんです。よろしくお願いします。あ、お願いします。場所変わったね、うん、なんか明るさもちょっと場所変えました、うん、いいじゃん、はい、でちょっとお聞きしたいんですけども、東さんの香港を中心に貿易事業展開しているんですけども、そもそもなんで経営者になろうと思ったんですか？中2の頃から、経営を目指してて、で、日本と中国っていう、そこの考えで中国に飛び込んだっていうか、そこでなんか貿易をしようかなってもう作ってたんだよね。で、まあそれを貿易めがけて、そのいろいろなんかやりたいっていうか経営したいっていうのはずっと芽生えたかな。なんで中国に行こうと思ったんですか？まあ、人口を比べて、日本と中国 の、 その人口を比べたときに中国行こうかなって、そこで思ったのかな。やっぱ日本と比べて中国の下だったよね、何十倍、何百倍ぐらいいるから、まあ、チャンスはありますもんね。で、中国へ行って生活しなきゃいけないじゃないですか、その中で何をしたんですか？最初はとりあえずお金が必要だと思って、ホテルでベルボーイの仕事をちょっとやろうかと思って、まあ、それが一応友達のつてでなんか教えてもらったから、なんでやったかっていうと、まあ、給料と他にそのチップが結構多くもらえるっていうか、そういう噂を本当は聞いてて、だからそこをベルボーイやろうかなっていう。チップっていうとどのくらいもらえるんですか？1回に対してもう本当ちょっとだと思うけど、まあ、日本で言ったら1000円とか2000円とか結構多 い、 すごい、もう結構ね、お金持ちの方とかに対してすって、うちがベルボーイとして荷物を運んだりとかしてたから、それ目がけていくともらえるというか、ちょっと考えてやってたから、まあ言うて人選んでやってたみたいな。外国なんで日本語は通じないんですよね。でもあの外人の体として、外国人だから日本語として、あのそのままやってたけど、それも全然いけたよ。それでも全然いけたんですか？通じるっていうか、まあまあコミュニケーションは、でもその英語だったり、でちょっとイントネーションだったり、まあいろいろ話しながらそうやって工夫はしていったけど、まあ、中国語もね、ちょっと使いながら、挨拶程度はね、結構中国語難しいですもんね。だとしたら中国に行って、外国ですよね、外国で暮らしてみて不便なところって何かありました？まあ、不便っていうか生活習慣と、まあ、住んでる環境も最初全く分かんなかったから、ね、最初から不便だったって思うけど、でもやっぱ全部が新しい中で、もうこれがもう自分が選んだ道だから、あの進むしかないなってことで、で不便なとこ、まあトイレ事情がねちょっと僕の中ではずっとあったから、あと食事面とか、苦労したって言ったらそこかな。日本食、日本人だから日本食がやっぱり、まあそうですね、世界一だなって思ったそこで、改めて日本食がいいって、そうベストだなっていうのが分かったんですね。中国の食事ってどういうのがあるんですか？食事、まあ、中華はそうだけど、日本みたいに中華のそのレパートリーってそんなに、中国はもう本格の中華やからそんなにだけど、まあ言ってね、アヒルの足、なんだか鶏の足とか熊の手とか結構あの出てくるから、なんか日本食じゃ見ないもの、そうやって普通に出てくる、出てくる普通に、なんか高級中華料理屋とかだったらもう普通に出てくる、それが美味しいっていうか、日本で食うと高いけど、向こうで食うとすごいリーズナブルで食べれるとか、まあ、結構動物を食べる習慣が昔から、ね、あるから民族で、味的にはどうなんですか？味はね、あの、やっぱ衛生面的にはあんまり美味しくないんじゃないか、まあ、好きな人は好きなんだろうね、現地の人は好きだよ、やっぱ独特な感じ、日本人にはちょっと馴染みがないというか、日本もそうじゃない、なんか外国人だと納豆、ね、日本に来てあんまり好まない人っているじゃん、それと一緒な感じはするよね。なるほど、